よし、名前呼びまーす。かつ、なか、のぞみ、リゾリンゴ、みや、むつみ、だっと、ゴン、大阪、ひろし、ひろっち、なお、いも太郎、でっく、みや、ゆきんぐ、らうり、いや、ひろし、さとし、りんりんご、あきも、さのまる、パフライ、かずやっち、ユナイテッド、がにこ、よだ、ラーユ、ウェーズ、出席、ケロちゃん、ジートゥー、マーさん、アキシ、DJ、ハリセンボン、なんか変だった。マイクさん、ダルマ、ありがとうございます。MMM、イグニル、ミツル、アキスケ、ケイパパ、ミズティ、サブイ、ジャンク、ダイブンチ、チャチャ、ひろし、あきらくん、かず、きみちゃん、ぴけ、そししょう、ハゲチ、あいちのかみ、ゆきんぐ、はらぴょん、むくす、めそたん、あか、でーまじん、みのきち、よしかな、じき、なべかずっち、リス、花束、ありがとうございます。たけ、風間、しん、のすけ、合ってるかな。むて、ともあき、サンバー、ほう、ドラーパンダ、あ、遅くなったけど、すけこはむると絶対さ、これで見るぞ、ありがとうございます。次、いつかな、次いつかな。おかちゃんす、モーリー、カレーボット、ニーザのハイジ、ひとり、ジートゥー、いちみ、ともひこ、ハングルファン、ポンさん、モッサン、リン、とも、わた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 、中島、まさのん、ケンタン、ニョッキ、カミ、ななし、マイク。よし、いっぱい読んだ。こんばんは、こんばんは。外川さんのブログを見ながら涙を流しました。本当ですか？そう、本当に嬉しかった。まさの場所でね、はーさーやー、はーい。はーい。はーい。みやくん、ハートありがとうございます。今日父ちじまさんを都落ちさせました。見ました、それ。私の目の前でお父さん大富豪してて、そう、してる人いる、してる人いるってお互い言いながらやってました。で、やっとさあや、はい、ねねちゃん実家に帰ってきてるの。帰ってないですよ、お父さんが来ました。そう、ずっと見てた。そう、やっと初めてお父さんと大富豪対決できたんですよ。すごいね。すごいね、嬉しかった、嬉しかった。インドインドしてきたの。そうなんですよ、美味しかった。お腹がパンパン、落とさないと。こんばんは。あ、そう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 、ケンタン、ケンタン、そう、ありがとうございました。中坂推しの方で、そう、私貧民か大貧民だったのに、あれ、いつの日かいいカード来てると思ったら、そう、優しいお方で、本当に嬉しかった。ちゃっかり本当に大富豪になってしまいました。ありがとうございます。すごい、メールの称号見て、見て、誰かは分かった、すごい、知り合いがやっぱたくさんいるんだ。
忖度。メンバーにはカードいいやつ出しちゃう、優しい。そう、そうしてくれたら嬉しい、なおさら。忖度は読めますよ読めますよでも全然優しくない方はね、いますよさあこんばんは、ぐっちさんこんばんはハングルファーサーリス、ありがとうございます。パパいるの？もういないです西さんがロペの動物何がいいかなでた。そっか、そっか、動物か。西さんなんだろう、常にいるキャラクターかぶりは多分ダメだしね。なんだろう、さやには優しくしなきゃ、あの時はなぜかいけないと思っていたパパいたしありがとうございましたそう、お父さんは富豪だったありがとうございますでもその後すぐ私都落ちした、悲しい、泣きスタンプ連打しました。伝わったかな、あのパンチしてるスタンプはね買ってない、やりたいけどやめたみやくん、なんだっけ、タコありがとうございます。いつも配信の予定予約入れてるの、最近入れられてないんですよ。なんか自分のやれる時にやるっていう感じになってしまって、そう、なんかね、配信毎日アイドルしてると何時までに配信しなきゃいけない、何時に帰って何時の電車乗ってとか、準備とか電車時間とかいろいろ考えてやらなきゃいけなくて、一時期本当にいろいろ考えた毎日アイドルするのって本当簡単なことじゃないので、最近すごい実感する。ふーちゃんと話が合う配信で私の一日が回ってるって考えちゃったりそう、まあやっちゃえばね、気持ちは普通だからいいんだけどね。大変、ハッピーイズスノーリング、なんだ、ハビさん近くにいる何食べたの、いつだ、いつだ。でも今日はインドカレー食べましたよ、お父さんと一緒に。そう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 、達也くんこんばんは、こんばんはバターチキンじゃない、今日はねチキンカレーにしちゃった。チキンカレー、チキンカレー、インドインドなんで食べた？そうです。なんで食べました。なんかね、私のお気に入りのお店があるんですよ。そこは秘密にしておきますけど。本当になんかたくさんってほどじゃないけど、こっち名古屋に住んで、点々とインドカレー屋さん行ったんですけど、一番なんか美味しいお店があって、それはお姉ちゃんもお父さんとお母さんも、美味しいって言ってたお店50カウントカレーありがとうございます。ハビタン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 、そう、家族としかねまだ行ったことないお店です
やあやあなあ、甘いの食べれる？食べれます。ギッチョさん、こんばんは、こんばんは。ハッピーキュート、嬉しい、ありがとうございますラッシーも飲む、飲みます。でもね、マンゴーラッシーが一番好きだから、普通のラッシーはね、あんまり飲まないんですよ。美味しいけど、あ、いびきじゃないよ。あ、言ってくださってありがとうございますマユバストさん、ちゃこんばんは。マンゴーらしい、美味しいですよね美味しい。こんばんは、こんばんは、こんばんは。9033、なんか色合いが。こんばんは、こんばんは、美味しい、ハッピー。父さん帰ったの？帰っちゃいました。獣感？獣？ハッピー？ハビさん、ちょっとね、お顔洗ってないな。お顔洗ってないけど、あ、こんばんは。あ、こんばんは。ハッピー、今日ここまでね。こんばんは。こんばんは。ここだけでも可愛いって耳しか映ってないのにこんばんはこんばんはチラッピーだって可愛い。チラッピー、え、本当に目汚い。耳だけ、そう、耳がダメなら後ろ姿。よいしょ。ちょっとブラッシングしなきゃ。ポケモンの名前みたい。確かにいそう。チラーミーとかいたな、ポケモン。懐かしい。そう、ちょっと今ね、顔 NG だけど、いつでも振り返りそう、今の感じ。ねえ、なんか汚くない？なんか、普通に見れば平気だけど、なんか画面越しだと余計になんかすごい荒いね。なんかかわいい。セナッピートリッピーみたい。しまじろうの懐かしい。むつみっち、ハードたくさんありがとうございます。こんばんは、こんばんは。かわいい。ブラッシングするの？しますよ。ありがとう。終わりです、ハッピー。今日は向かないおひげが見えない風間誠之助さん、ハートありがとうございます。古橋さん、オープンありがとうございます。ハッピー、ありがとう。いいえハッピータイム、そう、終了ハッピーさん人気だね、本当に。ありがとう、ハッピーおっぱっぴー、懐かしい懐かしい、やばやば、やっぱ私なんか影かなって思ったけど、ゼロポジ収録した時に炎天下の元だったので、やっぱなんか靴下焼けしてる。靴下焼け、あのレッスンに焼けしてる。やだ、いやだ倉島さんほどではないけど、ちょっと微妙に違う。やだな、ちょびっとだけ足首のところ、やだな早く直そう。直せるものかな
だな、いいやだな。あ、15分だった。229。ありがとうございます。早いね。この間222、猫だねって話したのに。いやー、全体的に黒くしたらやば。白がいい。白なおぼうちゃんやで。こんばんは。こんばんは。え、今日爬虫類館なんかあるんだ、いいな。日本にある？癒されてきた、いいな。私は動画でしか見れない、悲しい。いいな、あっという間ね。さや大人っぽいパフォーマンス、なんかね。でもね、結構厳しいこと他の先生に言われたのでね、自分でいいと思って踊ってるのがダメに見えるから、もうどうすればいいか分かんなくなるんですよね。まあ、定点これから見て、自分のダメなところ必ずあるから、それを見つけて書き出して直すしかないけど、本当に難しいね。本当に難しい。さや、お水飲んできてもいい？いいよ。いいよ。こんばんは、ブヨンさん。こんばんは。フォローしてみますね。フォローありがとうございます。え？暖房つける？まだつけない？ねえ。ハッピー、かわいい、かわいい。何回私がハッピーになりたいと思ったことか。でもあのね、一曲本当に褒められたのがすごい嬉しくて。嬉しかった。リモコンに電池入ってる。今日買いました。なんか前買ったあったと思ったのになくなっちゃって、つけられる。何の曲？約束よ。約束よ。やっぱなんかね、ファンの方がいないと絶対私満面の笑みでできないって言ったんですけど、そりゃそうかもしれないけど、レッスン上でもできるようになるのがまた仕事だし、プロだから、そこは自分の殻破ってっていうか頑張らなきゃねって言われて、確かにそうだなって納得したから、またね、変わっていけるように頑張ります。お願いします。はい。ね、ちゃんとね、言われたことは一つ一つ直していきたいからな。もう自分の意思だけで、あのね、貫ける仕事じゃないから。頑張る、ファイト、ありがとうございます。え、いつかハッピーにも見てもらいたいな。ハッピーさんにも見てもらいたいな。ハッピーさん。今日もかっこいい、ハッピー。ハッピー最前奏。さあ、お帰り、ただいま。でもね、お家で練習するとハッピーすごい近寄ってきて踊れなくなっちゃうんですよ。足の間にすごいスリスリしてきて
踏んじゃいそうになるから踊れなくなっちゃう。ハッピーさん？ハッピーさん。なに口寄せしたって。なにそれ。リアル猫踏んじゃったら嫌だ。嫌だ。ハッピーサイレム何色？白です。白。白。もう SKE の中で白単色は私しかいないんですよね。キミちゃんも変わっちゃったから。マフラーと手袋どっち派？マフラーです。マフラー。昨日からか変わったの。そうだ、自己紹介 MC で言ってたな、キミちゃん。そういえば昨日の服、古畑さんとお揃いだったの。え、そう、なんかハッシュタグ見て私気づいたんですよ。誰かが教えてくださって。びっくりした。好みが一緒でした、服の。嬉しい。靴もこれ可愛いねって褒めてくださったので、嬉しかった。やった。白は見やすい、すごく見やすい、本当に見やすい。そうなの、いいね。いいね。ハッピー。あ、アイス食べたんだ、サーティワン、美味しかった。急だけど見て、オラフ。かわいい。お姉ちゃんはエルサだった。エルサにしてた。かわいい。映画見たいね。ね、ほら。ほら、かわいい。しまっか。かわいい、かわいい。オラフ丸。かわいい。え、昨日アナ雪見たよ。え、もう公開してるの？違う違う。あ、て、え？そうなの？録画したっけ？ほんと？そうか、してない。あれ？わかんない。ないかも。まあでも何回も見たよね。DVD も借りて。PL じゃない。ああ。そうだ、そうだ。ありのままの、そう。金曜ロードショー、そっか。昨日は普通に夜遅かったから公演終わり見えてないな。歌って。うん。うん。うん。ターミネーターが今日か。そっかそっか。イットはね、本当に怖かった。なんか今また違う怖い映画やりますよね。あ、かわいい。ハッピー。あー、かわいい。服の中に潜ってみた。かわいい、かわいい。あ、それです。ドクタースリープ。それかもしれないです。それかもしれない。ハッピーさん、ハッピーさん。かわいい。あ、ちょっと潜っちゃった。あれ。かわいい。かわいい。ちょっと手も出ちゃってる。ちょっと伸びちゃうからもうあんまできないけど。アビさん、あったかいね。かわいい。首からハッピー。あ、首振った。
ね、おとなしい。かわいい。あ、いいね、これ。かわいい。もう終わり。ちょっと伸びちゃいそう、服が。はい、ありがとう。よし、平気だ。ほんとだ、11月のカンガルーかわいい。いいね。ハッピーが私の服の中潜り込んできたので首から出しました。かわいい。いいね、こういうのもいいね。臭い。臭くない。よっぽど寒い。そうみたいですね。今もう普通に一人で座ってるけど、かわいいね。幸せ、これが。え、でも今ので顔がちょっと見えてたかもしれん。神さん、かわいい、ありがとうございます。モフモフだね。そうなんですよ、かわいい。もう10時半だ、早い。帰るみたいにあったかかった。あったかいです。そうねー、かわいい。ハッピー、幸せなハッピーさん。そう、どれくらいこの入り口島駅に来てハッピーは幸せか気になるな。いつもひげがバラバラなの。そうなんですよ、なんか他の猫ちゃんと違って、なんか何なんだろう、ハッピーのひげって。寝癖？いや違う、ひげって結構抜けるんですよ。で、あー、うねってたひげ抜けたと思って徐々にこうやって生えてきても、また前回と同じふにゃふにゃなひげが生えてくるんですよ。なんで？ねひげ？そう。そうだね。そいつ前のめりのひげでなんかジリジリってなったり。くせ毛か。そう。くせひげだ。かわいいね、ひげれだ。さよりハッピー人気高い？多分そう。悲しい。セットがいいな。ねえ、かわいい。ひげにも癖あるんだ。いや、なんか他の実家にいる猫を見ても本当にピンってまっすぐなんですよ、ひげが。こんなになんかうねうねなのはハッピーだけなんですよ。ちょっとよくわかんない。そのとこもまたかわいいですね。人と他の猫と違うね。あれ、結局なんか昨日の声の話全然してない。何話したんだっけ昨日。なんだろう。あれ、でもなんかめっちゃ喋った気分、昨日の声について。足はね、足はね、まあまあまあ。ちょっと病院へレッツゴーですね。昨日さか覚えてない。何も、嘘。なんて言うんだろうな。でもとりあえず本当に楽しくて。一瞬で終わっちゃった公演。自分のね、楽しいとか緊張とか嬉しいっていう気持ちが顔とかパフォーマンスに昨日の公演で出てたのかなって、逆に私が皆さんに聞きたいかったですね。そう、もちろん声は覚えてるよ。
よかった。忘れないでね。昨日は寝てしまった。うん、無理しないでね。ありがとうございます。でも全然平気ですよ。緊張は出てた。頭からかな、頭の曲から。うーん、前半の緊張はすごかった。そう、本当に新しいポジションでね、本当に緊張した。なんだろう、次はこの位置だよなって考えちゃうと間違えちゃうから、考えないようにして。やっぱそれを考えないくらい頭に叩き込まなきゃダメですよね、ポジションってね。頑張ろうって思いました。またお腹痛くなるくらい。そうだ、そうだ、公演前そうメール食ったわね。後半は少しバテた感じでした。嘘、そうだよ、ほんま。そっか、今度はそう見えないようにするだね。今から日々勉強かな。そうですね、自然に動くくらいにか。そう、そう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 。ほーにゃーにゃーちは、こんにちは。うろってた？うろった、普通にうろった。滑り台からよかったよ、よかった。そう、12人での初滑り台からだったから緊張した。これではいつもビンゴが一番緊張する。あれどうやって決めてるの？ガラガラ？スタッフさんが見てないな。わかんない。始まった瞬間、ん？下向いてた。そう、そうなんだよね。なんかね、感動した。うろってもいいけど顔は動かしてダメなんだなってちょっと分かりました。先生に言われました。なんか前髪とか気になってんのかなと思って、なんかねもうやる気がないのかなって言われたんですよ。いや違いますって言って、まあ分かってもらえたんですけど、泣いてもいいけど顔は動かしてダメだね。でもね、ほんと下向いちゃうんですよね、その顔を見せたくなくて。でもね、平気です。そんなね、そこな、ちっちゃいことでへこんでたらできないから大丈夫です。よし、ちょっともうそろそろ終わりにしまう。明日も早いから来られてた感じ。そうですね、でも結局普通になんか流れてたけど、目から何か。でも本当に久しぶりの公演だったな。そう、里川さんがブログで自信持ってって言ってくれたね。そう、それが本当に嬉しかった。頑張れとか、いい声にことについて書いてくださったのが嬉しかった。スクショしちゃった。スクショしちゃった。あれかな、あのインスタのストーリーにも私のあのツーショットを載せてくださったのかな。そう、嬉しい。ブレてる入内島さやか。さやか。そう、可愛かった。可愛い、可愛い、本当にね、可愛い。なんだかんだね、気にしてくれてるからありがたいですよね、本当に。ブレてる割に漏れてた。よかったねえ。サーチン、あ、ダメだよ。サーチンはダメだよ。よし、もうそろそろ終わりにします。急だけど。今日話したかったことは話せたかな。
あのね、そうだ、お父さんと大富豪できたっていうことと、インドカレー食べに行けたこと。そうだね、大富豪ね、今日はちょっとお休みします。まあ、前昨日もねやってないんですけど、もうそれが痛くて仕方ない。そうそうなの。なおおかわりした？しました。お腹がポンポンなんですよ。ちょっと運動しないとダメだ。なんか私二十歳過ぎてっていうか、もう二十歳過ぎてまだ半年くらいなんですけど、食べたらお腹にお肉がつくなってなんか最近思い始めて、ちょっとピンチだなって思いました。それだけです。はい。はい、ランキング見ます。1位デーマジン、2位わた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 、3位むつみ、4位ナナシ、5位アイス、6位マイク、7位ビスキーカメ、8位ミズティ、9位小雪、10位タツヤ、11位大文治、12位キミちゃん、13位ケイパパ、14位トモッチ、14位あれ違う、え14位トモッチ、15位バショウ、16位マサキ、17位トモトモ、18位てっちゃん、19位プンポン村、20位ミヤ、38位ラグオ。他の方皆さんありがとうございました。でもね、青春ガラス公園はお腹の出る衣装はないので。そう、出るとしたら手をつなぎながら公園かな、特にねえ。はい、スクショします。音ごめんなさい。よし、そうだ、フェス、いい公園もそうだ、いい公園はもうね、早く出れるように頑張ろう。はい、今日も富の皆さんが大好きです。ありがとうございました。バイバイ。